こんにちは、水彩スケッチの五十嵐です。今回は水車小屋の描き方をお見せします。いつものように白い絵の具は使わず、紙の白地を生かした爽やかなスケッチをどうぞ最後までご覧ください。千葉市にありますふるさと農園というところの一角にある水車小屋です。冬の日差しが左から差して、光と影のコントラストが美しいこの風景をスケッチします。 2B の鉛筆で大体の形を決めるあたりですが、主役の水車は丁寧に描きます。次に 0.3 ミリの耐水性サインペンで下書きをしていきます。紙はいつものように携帯に便利な F4 サイズのスケッチブックを使用しています。主役の水車の骨組みをペンで丁寧に描いていきます。樹木も枯れた枝はペンを使って表現します。ペンの線が終わると練り消しで当たりの鉛筆をきれいに取ります。色塗りの筆は今回もこの熊取り筆一本で全て描き上げます。柵の杭を塗るときに光の当たる部分を少し白く残して塗っていきます。樹木の緑は明るい色から塗っていきます。
水車の際の緑を暗くして水車を引き立つようにします。石を塗るときも光の部分を少し白く残していきます。石段のステップの部分を暗く塗っていきます。ブルー系に赤系を混色した影色を影の部分にすべて塗っていきます。
水車と水車小屋の屋根の部分は紙の白地を生かし主役として引き立てます。暗い部分の柵のロープはペンの線だと目立たないのでカッターで削って白く光らせます。はい、完成です。これからもさまざまな風景スケッチをお見せしていきます。高評価ボタン、チャンネル登録をしていただければ励みになります。ご視聴ありがとうございました。